これからご紹介する作品は渡辺明夫さんが日本画の絵画で描いた和の桜の絵です。タイトルは春霊です。しだれ桜、満月、水面が織りなす美の共演は見ていて圧巻です。これまでに数多くの日本画の絵画を取り扱ってきましたが、この和の桜の絵の美しさはなかなかお目にかかれないほどの一品だと思います。和室や和のテイストの空間に飾っていただくと雰囲気が一変するほどの日本画の絵画です。渡辺明夫さんのコレクターやファンの方にはもちろん、桜の絵をお探しの方にぜひお勧めしたい日本画の絵画です。